こんばんは、入山明子です。6月6日日曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は小雨の降る中でしたが、午前中から出かけ、神奈川県まで足を伸ばしてまいりました。偶然が重なって、急遽おいでいただけなくなった方もいらしたのですが、そんな中急遽お会いすることが叶った方もいたり、縁とつながりは宝物だなと感じた一日でした。これから目指すところ、目指す道を明確にお話しすることで、さまざまな皆様のお力を借りながら、一歩一歩でも進んでいけるように、今のこの大変な時期も、今目の前にあるもの、今そばにいてくださる方々を大事に進んでいきたいと改めて感じる、そんな一日となりました。6月24日、急遽ですが、大阪大公園さんで行われます初夏の宴にお声掛けをいただき、久しぶりに関西にお邪魔することができることが決まりました。イベント開催時の感染対策には十分気をつけて、私もうつらないうつさない、そしてご来場いただける皆様にも最善の注意を払いながら、安全においでいただき、楽しんでいただいて、お帰りになれるように努めてまいりたいと思います。明日も新たなご縁をいただき、東所沢にて打ち合わせを行う予定になっています。今日もゆっくりとお休みください。また明日元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。